罰ゲームはこちら。ズラーン。やだー。はい、百味ビーンズとなっております。百味ビーンズ。はい、負けた人は目隠しをして2つ2個はい、2つ、百味ビーンズを食べてもらいます。さあ、アタッカーを置きます。ライオン。お、すごい。ユウくんテーププレゼント。はい、ゆるく TV です。ゆるです。ヤママです。よいしょ。はい、今回はスーパーカルムちゃん。はい、そうだね。今回は指で自分の駒を弾き相手の駒を落とすというシンプルで覚えやすく、子供からお年寄りまで簡単に遊べるアクションホビーとなっております。はい、はい、では早速開封していきまーす。しょー。はい、それではママ開封お願いします。はい。お約束になっとるやん。いいっしょ。シーシーの発作が。はい、出てきました。ね、楽しみだね。開封して準備ができました。はい、できましたね。では、ルールの方を説明していきたいと思います。はい、セッティングが完了したら先行後攻を決め、交互にアタッカーを弾きます。はい、先行後攻はじゃんけんで決めようね。はい、はい、で、アタッカーとはどれですか。黒い、黒いね、アタッカー。そして、ママのアタッカーが赤いアタッカーなんですね。はい、はい、自分のターン終了時、自分のアタッカーは回収するってことですね。はい、弾いた後、自分のアタッカーは回収しますね。はい、で、2ターン目からは、自分のアタックラインにアタッカーを触れていれば好きな場所からアタックができる。アタックラインとはどれですか。スタートがママのここで、イオリ君がここだから、はい、ママのスタートラインがここの線。はい、イオリ君はこっちの線。はい、それがアタックラインとなっております。はい、アタッカーを弾き相手ディフェンダーのドロップに成功したら続けてアタックができる。要はディフェンダーをドロップ落とすことができたら、続けて、やることができますね。はい、いいですか。はい、1ターン目は成功、先行、後攻ともに1回ずつしかアタックができません。はい、ペナルティが起きた場合も続けてアタックはできませんね。はい、はい、で、相手ディフェンダーを全てドロップさせたらソウルを、ドロップさ、狙うことができます。で、ソウルをドロップさせたら、その方の勝利になります。ソウルとはどれですか。はい、こちらがソウルとなっておりますね。はい、周りのこの周りにちっちゃいのがあるけど、これがディフェンダーですね。はい、を全部落とすことができた人はソウルを、狙うことができます。で、ソウルを落とした人が勝ちになりますね。はい、では、やっていきましょう。じゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。どちら勝ちましたか。はい、はい、ママ勝ちました。ママ先行高校どちらがよろしいですか。高校。高校、はい、じゃあママの、高校、ゆるきの先行で、やっていきたいと思います。はい、それでは第1試合やっていきたいと思います。はい、第1試合はゆるくん VS ママとなっております。はい、第2試合は、ゆるくん VS パパ。はい、で、第3試合は、ママ VS パパとなっておりますね。はい、一番負けた人には罰ゲームが待っております。はい、罰ゲームはこちら。ズラーン。やだー。はい、百味ビーンズとなっております。はい、負けた人は目隠しをして2つ2個はい、2つ、百味ビーンズを食べてもらいます。はい、食べたくなかったら勝ちましょう。いいですか。はい、はい、それでは、先行ゆるくんからスタートです。はい、どうぞ。さあ、アタッカーを置きます。ライオン。
お、すごい。はい、ママのディフェンダーを1個ドロップしましたね。奇跡だ、奇跡だ、はい、奇跡だ。で、1ターン目は、ドロップしても続けて打つことができないのでママのターンになります。はい、はい、どうぞ。はい、入りましたね。まあ、だけど1ターン目は、続けて打つことができないので、はい、続きましてゆりくんのターンになります。はい、さあ、ここがアタックラインですね。よし、はい、はい、失敗。ここ当てようと思ったね。ダメだったね。はい、続きましてママの、アタックですね。はい、はい、はい、入りましたが、自分のも入った、入っちゃったけど、相手のが入ってれば大丈夫だから続けます。はい、続けます。はい、だから有利になったんだよ、ま、ゆりくん。いいじゃん、ママが入れちゃったから。そう、ゆりくんはね、自分が落とさなくちゃいけないのが少なくなったわけよ。いいんだよ。はい、成功。そしてまた、ママのターンになりますね。はい、失敗。続きまして、ゆりくんのターン。赤を落としに行きますね。おー、すごい。ミラクルショットじゃん、今の。すごい、ヒューってなったね。ここに、ここに入ろうとしたら、ここに。いたね、はい。続きまして、またゆりくんのターンになりましたので。自分からこっちに。ね、すごいね。おー、すごい、ミラクルショット。2連発、こっちに入ったか、こっちね。え、すごいね。はい、残り赤は4枚となっております。ディフェンダー4枚倒したらいいよ。あ、ここ、あ、いいんじゃない、いいんじゃないって言っちゃった。よし、成功。はい、成功。そしてあと3枚。強いなあ。あー、はい、ソウルを落としてしまったのでペナルティーとなっておりますね。あー、もう本当にいい調子だったのに。赤を3枚置いて、その上にソウルを置きます。はい、わ、めっちゃラッキーだったのに。はい、いおりくんが落とさなくちゃいけない駒がまた増えました。3枚増えたってことだ。3枚増えちゃいました。ラッキーパネルだったのに。はい、ソウル落としたらこういうペナルティーがありますね。はい、続きまして、ママのターンです。はい、はい、失敗。もう、あそこ崩しちゃえばいいんじゃない。うん、ターン、はい、はい、いくぞ。コインを集めるぞ。あ、はい、失敗。自分のを入れてしまった。いや、たぜ、しもうたでしょ。おお、奇跡、奇跡。ほら、さっき入ったね、入った、入った。次、いおりくん続けてだね。はい、あ、失敗、失敗。おー、セーフ。あしゃ、はい、すごい。あと2枚だ。待って。あ、いや、3枚。3枚か。やった。はい。ママ、いい、いい調子。さあ、ママ、その1枚入れたらソウルを狙うことができます。あー、はい、次まして、ゆりくんのターン。あ、上手。成功、成功。今のは上手だった。よし、じゃあママ、こっちから行きますよ。やめて、本当にやめて。うまーい。さあ、ママ続けまして、続きましてソウルタイム。このソウルを落としたらママの勝ちですね。黄色いやつ、黄色いやつ。あー、惜しい。はい、ゆりくん、待って、待って。いいじゃん、これとこれだね。はい、ゆりくんはディフェンダーが2枚残ってるので、ディフェンダーを先に狙わないといけませんね。よし、上手、上手だったね。はい、そして最後のディフェンダーを落とすことができれば、あー、失敗。待って、これ負けるじゃん。はい、
ママがあのソウルを落とすことができればママの勝ちです。いきます。あー、はい、むずい。そしてゆりくん、いいよ、盛り上がってきたよ、ゆりくん。あー、失敗。やりました。自分のね、アタッカーを落としちゃったからね。はい、ペナルティーですね。また同じことね。いや、なかなかね、狙った通りにいかないんだよ、これ。これ落としちゃいけないからね。うん、よし。はい、自分のも落としちゃったから。もう一枚。はい。さあ、いけるか？ママの勝ち。いや、なかなか白熱した試合でしたよ。あ、もう食べるわけにいかないからね。あ、はい、では続きまして、いおりくんとパパの勝負になっております。じゃあ、じゃんけん、最初はグー、じゃんけんほい。あいこでしょ、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 しょ、はい、パパの勝ち。じゃあ、パパの先行でいきたいと思います。はい、じゃあパパ、丸いところに置いて先行でいいの？はい、パパ先行でいきます。先行でいいの？ドン！はい、はい、いいんだよ、一旦目はね。うん、まあね、はい、一旦目はね、はい、ゆりくん、あ、入った。よっしゃ、よし、うまいね、いいじゃん。いいじゃん、ダメだよ、次パパのターン。はい、一旦目は、あれ関係ないから、ね、続けてできないの。はい、じゃあ二旦目いきたいと思います、パパ。オッケー、次ゆりくん。うわー、入った。はい、ゆりくんソウルタイム。ああ、よしよし、生き残ってる。次はじゃあパパいきたいと思います。パパが入れて、これ入れたら逆転だね。はい、パパはこれを入れたらソウルタイム。うわー、よっしゃ。マジかよ。お疲れ。戻りました。お疲れ。お疲れ。うわVS パパはゆりくんの勝ち。おめでとう。はい、じゃあ続きまして、パパとママの勝負になります。はい、はい、はい、それでは第3試合、ママ VS パパとなっております。はい、観客にはゆりくんとシーシーがいますね。ママ頑張れよ、ママ頑張れ。なんだよ、なんでママばっか応援すんだよ。絶対100ミリビーンズ俺食べたくないからな、マジで。よし、やってやるぜ、やってやるぜ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。よっしゃ、パパ今度は高校行きたいと思います。はい、はい、ママ先行で。ママ頑張れ、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 パパブーブー。静かにしてもらっていいですか、観客席。いきます。はい、はい、一旦目終了、ママね。散らせばね。はい、次まして、パパのターン。よし、自分のが、自分のが落ちちゃった。よしじゃねえし。ありがとうございます。よしじゃねえし。ありがとうございます。はい、ママです。はい、やったー。うまいよね、ママ。さあ、ママ選手うまい。てか、ママうまいんだよ。ぶっちゃけ。地味に。うん。よし、自分で入れちゃった。パパのターンが、パパのディフェンダーが入ったからラッキーっていうことですね。さっきもね、パパ入れちゃったから、ね、入れちゃったよ。はい、パパ行きたいと思います。ここは弾いて、よし、うまい。続きましてパパ、続けていきたいと思います。はい、ですね。あの辺、あの辺行きたいと思います。うわー、自分のが入っちゃった。はい、失敗。自分のが入っちゃったぞ。いきます。はい、うまい。あーと最後これを。さあ、やばいぞ、パパピンチ。よし、状況は同じです。まあまあまあ、そうだ、ディフェンダーが1枚ずつ残ってる状況ね。場所はでもパパの方がいいぞ。はい、行きます。うわー、入んなかったー。はい、
入れないでって言ってんだよね。入れるんだよ。入れないで、パパの入れないでって言ってんだよ。入れないと負けちゃうの。やばい。はい。いきまーす。うわうわ結構鬼畜系だね。よし、やばい。さあ、ママが成功したので、ソウルタイム。ママがソウルを入れたら終了です。危ない、マジで危ない。さあ、パパもあれを狙っていきます。あれです。うわこれでアタッカーを入れずにこれを入れれば。そう、むずいよね。はい、じゃあパパ行きたいと思います。やばい。あれね。やばい。よし。やばい。はい、パパもソウルタイム。失敗しろ。行くぜ。失敗。ダメだった。すごい嫌な位置だなこれ。さあ、ママ。今の上手だったね。イエーイ。はい、第1試合がママとゆりくんでママが勝って、で第2試合でゆりくんとパパがやってゆりくんが勝ちました。で3試合目でパパとママがやってママが勝ったので、1回も勝ってない人は誰ですか？パパ。俺かよ。はい、パパが一番負けたので、パパが、100ミビーンズの罰ゲームを受けたいと思います。腹立つわー腹立つわー。はい、それでは罰ゲームタイムとなっております。はい、罰ゲームを受けるのはもちろんパパ。はい、もちろんパパでございます。ウェイウェイってパパが一番負けたので、パパが罰ゲームを受けるんですが、はい、面白くないよね、パパだけじゃね。面白くなくないよ。視聴者の皆様はあれ、ゆりくん何してんの何してんの。いや、あれするんだよ、こうやって目隠し、あれ、こうやってして、で、え、あ、食べ、イシちゃん食べる、んイシちゃん食べてくれる、食べてくれる、嫌だ嫌だ。だって目隠しの練習してたんでしょ、今。え、目隠しの練習してたんでしょ。いや、目隠しか目隠しの練習してたよね、今ね。まあいいや、まあいいや、まあ、とりあえずね、パパがまあ負けだから、パパはもうもちろん食べるんだけど、視聴者の皆様はパパが食べるとこよりもママとゆりくんが食べるところを見たいんだよ。いや、見たいと思うよ。だからパパはもちろん2個食べる、ゆりくんとママはもう1個ずつ食べよう、とりあえず。あったのにね。お願い。じゃあ、お願い。ママ2勝してるから、パパといいじゃんね、食べればいいんじゃない。お願い、ママ、いいじゃん。いや、絶対そっちの方が面白いから。面白い動画を作ろうぜ、面白い動画を。僕とママは1個だけ。だからパパは2個食べる。いい？じゃあいいよ。すいません。パパ負けたのにこんなこと言ってすいません。だけど、視聴者様のことを考えて言っております。はい、では、3人で仲良く食べたいと思います。シーシーはね、まだ食べないからね。食べれないから。はい、ではママ、その中に100ミビーンズを入れてください。これ今でも覚えてるけどさ、ほんとやばいよね。もうパパね、ゲロ味とかやばかったよね。いや、一番パパがやばいのは鼻くそ味がやばいの。鼻くそ味が一番ダメだった、これ。腐った卵じゃなくて、腐った卵もやばかった。やばいでしょ。そうそうそう、100ミビーンズが、中に入りました。はい、ではまずもちろんですが、パパが行きたいと思います。はい、はい、もちろんですね、パパが行きます。はい、はい、目隠ししてるよね。してるよ。はい、じゃあ行きます。1つ目。はい、じゃあ持ってよかった。はい、2つ目。はい、
2つ取りました。うわっもう色やばいじゃんこれ。そっくりだね。どっちも腐った卵。1個ずつ食べたら。はい、パパが今取ったビーンズはこんな色です。絶対やばいやつじゃん。これとこれじゃない。だったら1個、もしこれとこれだったら1個当たりで1個外れだと思う。ちょっと見して。何これ、何味。マシュマロじゃないかな。あ、耳垢かマシュマロ味ですね。色的にそんな感じだよね。うん。うわ、マジかよ。いや、耳垢じゃんこれ絶対。やばい死ぬ。はい、ではまず、大丈夫な方からいきます。やばい方じゃない。やばい方じゃない。こっちが多分、はい。マシュマロかな。これがマシュマロ味だと思います。はい、はい、マシュマロ味からまずいきます。はい、マシュマロ。マシュマロどう。うん、あ、マシュマロ味、おいしい、おいしい。はい、今食べたビーンズはマシュマロ味だったんで大丈夫でした。はい、で問題のもう一個、これこれ多分耳垢味。食べたことない耳垢味、パパ。ママもない、多分あるかな、ないと思う。はい、じゃあ耳垢味いきます。3、2、1。男だ、俺も行くぜ。どう、よくわかんない味。耳垢って結構ラグっていうのあったんだ。だって分かんないんだもん。あ、どんな味かなって。うわー、やばいよこれ。はあ、死ぬかと思った。涙目になるよこれ。やばそう。僕は笑いすぎて涙で。なんでパパの不幸をお前は笑う。うやばい、百クリも出るわもう。はい、続きましてじゃあママ、はい、行きましょうか。はい、どうぞ。うん、これ、これにする。はい、じゃあママどうぞ。イエーイ。青い、これはラッキーだよ。青い味、ブルーベリー味。あ、青いの？見せて。ブルーベリー味。はい、ママ、あ、当たりじゃん、ママ。ブルーベリー味ですね。どうぞ。うわー、つまんな。どう、ブルーベリー味。なんか、すごい甘い。甘い。まあ、ビーンズだからね、基本甘いよね。さっき、おいしい。ブルーベリーが来た。ちょっとだけ。さっきパパもマシュマロ味食べた時すごい甘かったもん。なんか耳垢味ってね、なんかね、わけわかんない。ハテナがボーッ出る。食べたことない味。うん、説明しづらい。はい、ではいおりくんお願いします。待って待って、怖い。はい、ではいおりくん、ここだよ。はい、どうぞ。はい、よいしょか。はい、じゃあそれお願いします。はい、いおりくんが選んだのは何これ。腐ったバナナ。分かんない、バナナか。はい、いおりくんが選んだビーンズはこちらになります。でもちょっと見てみる、パパが。いおりくんが、厳しいかもしれない。やばいやつじゃん。はい、いおりくんが今選んだのは、おそらくね、腐った卵味か。やばいやん、ね、かだよ。かバナナ味か、レモンキャンディー味。レモンキャンディーはさ、この薄いやつじゃない。違うかな。まあその3つのどれかだと思う。だからまあ、いわゆる腐った卵だった場合はやべえ死ぬけど
もうやべえけど、バナナとレモンキャンディーだったら大丈夫、うん、超当たりじゃん。絶対バナナ、絶対バナナ。はい、ではゆうりくんお願いします。3、2、1、どうぞ。ん、何味？甘い？甘い？甘い？あ、バナナだ。あ、はい、つまんな。はい、最後、ゆりくんはバナナの味が当たりました。はい、はい、今回はスーパーカラムで、遊びました。はい、はい、ゆりくんいかがでしたか、スーパーカラム。楽しかった。楽しかったですか。はい、はい、ママいかがでしたか。うん、結構難しかった。難しかったよね、結構ね、うん、なんかあの力を入れすぎても、うん、弾いて戻ってきちゃうし、うん、力が弱すぎても届かないから、うん、結構大人も楽しめるゲームなんじゃないかなと思いました。はい、そうだね。パパもね、これ結構戦略ね、うんうんうん、頭も使うし、こうなんだろう、力加減とかそういうのも大事だし、なんかいろんなことを学べますよね、うん、やりながらね。ゲロアーチ食べてください。やめてください。あなたが言ってください。人にそういうものを勧めないの、あんたは。はい、皆さんもよかったらスーパーカロムで遊んでみてはいかがでしょうか。はい、詳しい、詳細は概要欄の方をチェックしてください。はい、ウィーチェックしてね。はい、次回もまた皆様、ゆるくん TV でお会いしましょう。バイバイ。